工業長崎造船所で偽装中の、朝日高校中の、朝日朝日は、海上自衛隊の護衛艦、朝日型護衛艦の一番艦。この名を受け継いだ、日本の艦艇としては、旧海軍の戦艦、朝日、護衛艦、朝日に続き3代目にあたる。建造費は701億円。朝日は、中期防衛力整備計画に基づく平成25年度、 計画5000トン型護衛艦1613号艦として、三菱重工業長崎造船所で2015年8月4日に、寄港され、2016年10月19日に命名、浸水、2017年7月5日に、行使開始、2018年3月7日に収益し、第2護衛隊軍、第2護衛隊に編入された。低傾向は、佐世保基地。 2019年5月23日から28日にかけて護衛艦、有明とともにグアム島周辺海空域において実施される日、米豪艦共同訓練に参加する。主要訓練項目は、対空戦、対水上戦、対戦船訓練等。同年9月17日から9月29日及び10月15日から10月23日までの間、関東南方から、 沖縄周辺を経て、九州西方へ至る海区域において、日豪共同訓練を実施する。海時からは、本館のほか、護衛艦、春雨、照月、アタゴ、補給艦マシュおよび、P、P-1 小海機または P-3、C 小海機と潜水艦が、オーストラリア海軍からは艦艇および、潜水艦が参加し、各種戦術訓練を実施する。 2021年1月15日、沖の大東島周辺海空域において、護衛艦、コンゴーと共に、日米共同訓練を実施した。米海軍からは、空母、セオドアルーズベルト、巡洋艦、バンカーヒル、駆逐艦、ジョンフィンが参加し、各種戦術訓練を実施した。同年5月11日から17日にかけて、護衛艦、伊勢、足柄、コンゴー、 輸送艦、大隅、ミサイル艇、大鷹、白鷹、小海機、潜水艦とともに、東、シナ海において非米豪仏共同訓練に参加する。米海軍からは、ドック型輸送揚陸艦、ニューオリンズ、豪海軍からはフリゲート、パラマッタ、二海軍からは強襲揚陸艦、トネール、フリゲート、シュルクーフが参加し、防空訓練、対戦訓練、 着上陸訓練を実施する。同年8月24日には、沖縄南方海空域において、護衛艦、伊勢陸上自衛隊、航空自衛隊とともに、米国主催大規模広域訓練2021に参加した。米海軍から、強襲揚陸艦、アメリカ、ドック型揚陸艦、ニューオーリンズ、駆逐艦、ザ・サリバンズ、英海軍から空母、 クイーン・エリザベス及び、駆逐艦、ディフェンダー、フリゲート、ケント、オランダ海軍、フリゲート、エファーゼンが参加し、航空作戦訓練、海上作戦訓練を実施した。翌25日から26日には、英国空母打撃軍と日英ミーラン共同訓練を実施した。同年9月2日から7日にかけて、東、シナ海から四国南方を経て、関東南方に至る。 海空域において、再び、英国空母打撃軍と、日英ミーラン化共同訓練を実施する。海時からは、本艦のほか護衛艦伊勢、春雨、高波、霧島、大波、テル照月及び、潜水艦一隻、P1 召回機が、空時からは、F、F-2,F-15 戦闘機、E-767 早期警戒艦正機が、参加し、対抗戦。 防空戦、対戦戦等を実施する。また、英国空母打撃軍には、カナダ海軍フリゲート、ウィニペグが加わった。ありがとうございます。